吉本興業は2月23日に公式 HP 上でお笑いコンビ FUJIWARA のメンバーである藤本敏文さん、通称フジモンの活動再開を発表しました。藤本さんは2023年10月に自家用車での接触事故を起こし、その後活動を自粛していましたが、今回から再び FUJIWARA の YouTube チャンネルなどでの活動を再開します。発表文には、藤本および FUJIWARA はこの間の反省を踏まえ、新たなスタートを切る機会を与えていただけることに感謝しますとのメッセージが含まれています。しかし、この発表文に対して一部から疑問の声が上がっています。昨年10月4日、藤本敏文さんは東京の渋谷区内で自身の乗用車を運転中、別の女性が運転する車に接触しました。その後、当て逃げをしてその場から逃げ去りました。その行為により、吉本興業は10月11日に藤本さんの当面の芸能活動自粛を発表しました。そして今年1月17日、東京地検は藤本さんを略式起訴しました。その後、約1ヶ月後に復帰が発表されました。発表文には、自家用車で接触事故を起こし活動を自粛しておりましたがと記載されていますが、実際にはこの事故は女性の通報によって発覚しました。この事故による負傷者はいませんでしたが、藤本さんが当て逃げをしたことが注目され、その行為によりイメージが傷ついたという声が広がっています。さらに、復帰発表に先立ち、藤本さんは事前に会見や経緯の説明を行わなかったことから、 SNS 上では反省しているのかといった声も見られます。藤本敏文さんは2016年12月に自身も当て逃げ事故で活動を自粛した後輩芸人のノンスタイルの井上裕介さんに対し、なんで車から出て謝罪しなかったと批判的なコメントをしていました。その後、井上さんも復帰を発表する前に自身の当て逃げ事故に関して不起訴処分を受けたことを明らかにし、記者会見を行い被害者に謝罪しています。井上裕介さんと藤本敏文さんの活動自粛期間は、井上さんが3ヶ月半、藤本さんが4ヶ月であり、その反省期間には違いはありませんでした。しかし、復帰に向けた被害者やファンへの対応には明確な差が見られました。藤本さんのファンからは頑張って再出発を応援するといった声も寄せられていますが、多くは井上さんが会見を言っているのに、このままテレビに出ることを考えるのは甘い、今まで通りに笑えるのかといった厳しい意見が目立ちます。誰もがやり直す機会を得られる可能性はありますが、事故後の対応によって人気芸人としての再出発は容易ではないようです。